皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、5月買ってよかったもの紹介やっていきたいと思います。もうね、ずっと何ヶ月か続けているこの企画なんですけれども、今月もやっていきます。で、皆さんね、同じだと思うんですけど、本当にもう5月はずっと家にいるしかない状況だったと思うので、私もまあそうだったんですけど、本当にもう買ったものがほぼほぼコスメしかないっていうのが今月です。ちょっと動画ではあんまりしっかり紹介してないけど、本当はおすすめだったものとかしっかりご紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速スタート。はい、それではまず1つ目、こちらです。じゃん、ミースの炭酸パック。急にちょっと画用紙出してきてどうしたって感じなんですけど、もう使い切っちゃって何もお見せするものがないので、なんかちょっと文字に書いてみました。はい、ミースっていうところの炭酸パックを購入して7日間かな、連続でちょっと使っていました。でもキットが届くんですけど、自分で混ぜてジェルを顔に塗ってってやるパックのことです。はい、炭酸パックの効果としては、肌の新陳代謝を良くすることでターンオーバーを促進してくれるので、もうなんていうんですかね、肌のトラブルのこれに効くよとかこれにいいよっていう、そのピンポイントの悩みっていうよりかは、結構全体的に肌の調子が良くなるよっていうものです。まず私的に一番感じたのは肌のくすみが抜けたこと。本当にそのパックした後はめっちゃ顔白ってなったし、次の日の朝とかもかなり透明感が出てたりとか、あと結構これ意外だったんですけど、リフトアップしてキュッとなんか全体的に締まったような感じの肌っていうか、もうそのこの辺とかですかね、なってくれたから、それはすごくね嬉しかったです。はい、一番感じたのはその2つですかね、くすみ抜け、透明感、あとリフトアップ、そういう効果が感じましたね。若干の刺激はあるので、敏感肌の方に使えるのかっていうのは私はちょっとわからないんですけど、結構ね、私的にはすごくお気に入りで、高かったけどまたちょっと買ってもいいかなって思ってるアイテムです。はい、ということでまず1個目が炭酸パックでした。はい、それでは次コスメいきます。こちら、ロム&のベターザンアイズのミルクシリーズ2番です。はい、これ1回ね YouTube でも多分使ってはいたんですけど、最近買った韓国のロム&っていうところのアイシャドウです。全体的に淡いピンクのアイシャドウパレットで、この3つはマットで、ここだけラメシャドウですね。ブラウンも入ってるのでかなり使いやすいです。結構大きめのラメから目立ちます。アクセントで使ってもいいし、使わずにこのマットだけで仕上げてもいいし、まあ、どっちでもいいんですけど、とりあえずめちゃくちゃ可愛いです。最近ね、あんまりピンクメイクしてなかったんですけど、これ買ってから結構するようになりましたね。めっちゃおすすめ、可愛いです。遠くから見ても言われてみるとちょっとピンクイシャドウ使ってるなみたいな感じでわかると思うんですけど、そんなにめちゃくちゃ主張が激しいわけじゃないので、すごくね使いやすいと思います。はい、それでは次いきます。こちらです。はい、ヘラのブラッククッションです。カラーはね23番。クッションファンデってお手軽だしカバー力も高い反面、どうしてもちょっとテカりやすいし崩れやすいっていうイメージが私の中にあったんですけど、テカりがね本当に少なかったので私的にすごく良かったです。中はこんな感じで、まあ至って普通のクッションファンデなんですけど、セミマットでかなりねサラッとした感じに仕上がります。パウダーを上からはたく必要とかもなかったし、本当に持ちがいいしカバー力も高いし、クッションファンデってこんな良かったっけっていう風に思ったくらい、すごくねこれはおすすめです。はい、では次いきます。またちょっとコスメなんですけど、こちらルナソルのジェルオイルリップス、ルナソルのね新作コスメです。こちらです。私ルナソルのコスメ買うのこれ初だったんですけど、すごく好きになっちゃいましたね。はい、色的にはこんな感じです。でこれ分かりにくいけど、オレンジもちょっとラメ入りで、このパープルがかなりキラキラなラメ入り、青っぽいラメとか入ってます。かなりキラキラで、この最後のレッドブラウンはラメのない落ち着いたカラーなんですけど、もう全部ね可愛いです。実は今パープルのカラー塗ってるんですけど、もう一回ね今ここで塗ってみたいと思います。この色めちゃくちゃ可愛くないですか？すっごいね、めっちゃ可愛い。最終的な仕上がりとしてはグロスっぽい感じ、本当にプルッとしてて膜を張ってくれるようなそんな感じなんですけど、グロスよりももっともっちりとしていて、結構こう唇に密着してくれるので潤ってる感がかなりあります。
特に今つけてるこの4番のナイトアウトっていうカラーなんですけど、これはねラメが本当に綺麗でめちゃくちゃ可愛いです。遠くから見るとラメがこう反射してツヤツヤに見える感じ。これは唇につけた時点でめちゃくちゃもうテンションが上がりますね。すごいそれくらいねあんまりないキラキラ感で可愛いです。はい、それでは次いきます。こちらクリニークのパウダーポップフラワーハイライター1番のルナーポップってやつです。この見た目やばくないですか。もちろん質もいいんですけど、もうこれは質とかじゃなくってこの見た目だけで全然私買う価値があると思っちゃった。ハイライトの方も真っ白ってわけではなくってちょっとねベージュがかったような色です。なのですっごくね肌なじみがいいです。すごく可愛いのでお気に入りです。はいはい、それではラストのアイテムいきます。はい、こちらです。重たい。これ多分名前があるとしたらリップタワーだと思うんですけど、リップのね収納するタワーみたいなやつ、今手の上に置いちゃってるけど机の上とかに置いてもこうやってお店みたいにぐるぐるぐるって回してピュッて取って使えるんですよ。これ全然まだスカスカなんですけど、そのコスメ比較とか取るようになってから本当にもうコスメがね溢れかえってて収納を最近集めています。なんでまたねコスメ収納の動画出すかもしれないんですけど、とりあえずこれはその中でも見た目的にすごい映えるしめっちゃ買ってよかったなって思ってます。ちょっとこだわりポイントがこう1個の面に同じリップをいっぱい入れるとめっちゃかっこいいんですよ。このクラランスなんですけど、これとかすごい揃ってる感あるんですけど、ちょっとこういう面みたいに違うリップ入れると若干なんかその揃っている感がなくって残念だなって思っちゃうのと、あとグロスとかそういう長いやつ入れると飛び出ちゃって、これも若干飛び出てるんですけど収まりが悪いっていうのが難点。最後はこちらの収納でした。はい、ということで本日は5月買ってよかったものをご紹介でした。本当はねファッション系とかをもうちょっと紹介したいし、コスメ以外のものをみんなにもね伝えたいんですけど本当に買ってないんですよ。だから前も言ったと思うけど、もうちょっといろんなジャンルをね開拓していこうかなと思います。はい、ただ本当にコスメだけはたくさん買っているので、これからも買ってよかったなっていうものはねご紹介していきたいと思うので、ぜひ来月もまたご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。